こんにちは。今日は心理学に関する話です。やる気の出し方っていう話です。テンションの差が激しいですね。まあそんなことはいいとして、まあ、その仕事とか勉強とか部活とかっていうのにいろいろとこうやる気を出したいけどなかなか出せない人とか、あるいはマネジメントする側、出させたいけど出してくれないっていうような方に今日はまあ見ていただきたい動画になります。いろんなその取り組みに関するやる気っていうのは2つの性格があって、1つは攻撃型と、それからもう1つは防御型っていう、こういう2つの性格があります。で、1つ目の攻撃型っていうのは競争に勝つために働くんですね、はい、で何かを得たり成果を得たりとか目標達成のために働いて、で報酬っていうのがいかに高いかっていうのが重要になるわけなんですよ。だからボーナスをどれだけもらうことができるかとか、どれだけトーナメントを勝ち上がっていくかっていうことに重きを置くようなタイプです。で大きな夢を持ってて、例えば全国ナンバーワンを取るとか、売上1億円達成するとかっていう風に、そういう夢に向かって効率的に仕事を進めていくようなタイプです。性格的にはポジティブでクリエイティビティで、で、手数が多い、ただその分やっぱりミスも多いっていう性格なんですね。当然そのいろんなことに手をつけるから、それはたくさんのミスも出てくる、ついてくるというわけです。で物事をあんまり深く考えることはないので、まあ準備が十分なまま仕事をしてしまうっていうケースも、この攻撃タイプっていうのは結構あったりします。それから2つ目の防御型っていうのは競争に負けないために働くっていうタイプです。で、責任を果たすことっていうのが目標で、失敗とかミスっていうのが嫌いなので、まあ、合格点が取れれば最低限 OK っていう部分ではあるんですけども、その分正確に着実に仕事をこなしていくっていうことがすごく得意なタイプです。で、分析とか問題解決っていう能力が高いので、いわゆる社長は攻撃型で、そのサポートする役目の人は防御型っていうのがタイプとして多かったりします。はい、だからアップルの、ね、スティーブ・ジョブズなんかは攻撃型ですし、防御型はスティーブ・ウォズニアックじゃないかなと、まあ、こういう分け方ができたりするんですね。で状況によって今はジョブズとウォズニアックっていう分け方をしましたけど、タイプ分けっていうのは両方ともになり得ます。はい、それはその時のモチベーションにもよりますし、取り組んでる仕事にもよって変わってはくるんですけれども、基本スタイルっていうのはどっちかになるケースが多いです。はい、要はあなたは攻撃型ですとか、自分は防御型ですっていうふうにはっきり分かれるっていうタイプ感じです。で攻撃型の人たちを部下に持つとか教え子に持っている上司とか先生方っていうのは、褒めて伸ばすっていうことをぜひ意識してください。で仕事とか勉強が一気に進んでいる時っていうのはやる気があるので、どんどん褒めてあげるというのが非常に大事です。いやすごく頑張ってるねっていうふうに、その努力プロセスの過程っていうのを褒めてあげるっていうのが大事になります。自分が攻撃型だったらどうかっていう話をすると、こういうタイプの人たちっていうのは自分にご褒美、女性だったらスイーツとか、男性だったらプチ旅行みたいなことを自分にご褒美あげるのも攻撃型のタイプだったりします。それから防御型っていうのは、褒められることよりも正当な評価が欲しいタイプなんですね。それをもらうとやる気が上がると。だから仕事がどのくらいきちんと進んでいるか、そして どのくらい余裕を持つことができるかっていうことに何よりも気持ちよさを感じると。だから計画を最初に防御型に立ててもらったら、その計画を他の人に乱されるっていうのがとことん嫌いなタイプなんですよ。だから計画を立ててもらったら、それが進捗通りに進んでいるのかって確認をして、でそれが進んでますだったら褒めてあげる、そこに喜びを感じるっていうタイプですので、そういうマネジメントの分け方っていうのはぜひしてみてください。で今話した例をもとに、自分はどっちのタイプなんだろうとか、自分が教えているとか指導している部下とか教え子っていうのはどっちのタイプがいるんだろうっていうことを考えてみて、その長所を生かすための仕事の振り方とか部活とか勉強の指導の仕方っていうのを考えて、ぜひ取り組んでみていただけたらというふうに思います。当然効率が上がって、成果が上がって、自分たちが与えた仕事、自分たちが与えた課題っていうのをクリアして、こっちの仕事も楽になるし、それから向こうもその成果を上げることができて喜んでくれるしっていう、ウィンウィンな関係になることができますから、ぜひ試してみていただけたらと思います。ということで本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。